価値観が違う人との上手な付き合い方を解説しますはいこんにちはライフコーチのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介していますはい突然ですけどこのようなことはありませんか 大切な人、友人や家族そしてパートナーと喧嘩をしてしまう、えー、全然世代が違う人と働いてその仕事の進め方仕事のスタイルになんかモヤモヤしたりイライラしてしまうありますよね。 なんというかね、やっぱ対人関係の問題で会社を辞めたり仕事がつまんなくなったり人生にストレスを抱えるこれがねやっぱ一番多いと思うんですよね。まあ、それをもっともっっとと紐解けば 価値観の違いだと思うんですね。対人関係の問題っていうのは。価値観が違うから、そこで言い争いになって、喧嘩になったり、もやもやしたり、対立してしまうということ。もちろんね、その自分と考えが合わん人、価値観が違う人とは離れたらいい。もちろんね、離れて、バイバイしてしまったら、それで、 いいんですそれでも解決するんですけれどもどうしてもその人と離れられなかったりその環境から、えー、と自分がこう、ね、抜けることができないってこともあると思うんですね。まあ、会社をなかなか辞められなかったり、まあ、家族だからどうしても一緒に過ごさないといけないってそのようなこともあると思うんです。だから今日は 価値観が違う人と上手に付き合うにはどうしたらいいのかっていうのをプロコーチの目線で具体的な方法ってていいいいうのを解説していきたいと思いますこの動画を見ていただくことでけんになったり言い争いになったりもやもやするようなことがあったとしても相手も大切にしながら 自分も大切にする。そんなハッピーな提案ができるようになります。ですので、最後までご視聴ください。えー、このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるための行動習慣、考え方、そしてライフスキルを全力で紹介しています。えー、もし興味がある方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SN、SNS でも毎日配信してますので、概要欄からつながってください。ちょっと音量を上げますね。えっと、イヤホンなのね。 ピューッと上げてじゃあちょっとねパワーチャージ朝ごはんですはいということでねえー、っとね今日のやったっけあそうね価値観が人と上手に付き合うにはどうしたらいいのかということなんですけどまずなんで対立が起きるのかなんでもやもやしてなんでイライラしたりなんで怒りが湧いてくるのかここですよねなんで湧いてくるのかそれはね自分が正しいと 思っているからなんですよ、ね、自分が正しいと思っている考え方や行動があってそれとは全然違うことをやってる人がいるそれとは全然違うことを言ってきただからモヤモヤしたりイライラしたり怒りが湧いてきて憤って爆発しちゃうんですはい自分が正しいと信じているから だからなんですよ自分がこだわっているものがあるからそのこだわりと違うことを許せなかったり反発したりするそういうことなんですよ。でここで考えていただきたいのはその価値観っていうのは「正しい」とか「間違ってる」っていうのはあるのでしょうかということなんですよ。りんごとみかんどちらが正しいですかどちらが優れていますか どちらも正しくてどちらもどちらも美味しくてどちらも丸じゃないですか <laughs> どっちが正しいとかどちらが優れている劣ってるっていうのはないんですよねまあ価値観っていうのもそうでそで生き方っていうのもまさにそうなんですよどの生き方が正しいかどの生き方が間違ってるかいい大学に行くことは正しくて、えー、いい大学に行かないことは間違ってるとかお金を稼ぐ人が正しくてそうではない人は間違ってるとかその人生の生き方そして考え方価値観っていうのに正しい間違ってる優れている劣ってるっていうのはない いいんですよね、それがないのに自分が正しいってこだわってしまうとそこから反発が生まれるということなんですだからまず前提条件として理解しなければいけないことは価値観に正しい間違ってるのはなくて違いがあるだけということなんです。でそのの上でこの3 つのレベルがありますということですレベルを上げれば上げるほど価値観の対立がなくなって相手も自分も幸せな環境が作れるようになるということですレベル1レベル1は相手を否定するつまり私が正しいんだっていうことなんですよね時間通りに来ない人がおったらなんで時間通りに来ないんだっていうように罰してしまうということ ですね、これが否定するこれレベル1ですねレベル2レベル2は受け入れるというのです自分と相手の考え方が違うっていうのを受け入れる あなたもも正正ししくて私も正しいあなたらしくて生きていいよ。じゃあ私らしく生きるから。これが受け入れるっていう段階です。これはね、私もあなたも正しいっていうことで、みんなそれぞれ違うゴールがあって、それでいいんじゃないかっていう段階ですよね。もちろんこのレベル2でも OK なんですけども、何かね、一つの目標とかゴールとかを目指してる。 チームとしてて動いている場合であったらど,どっちみんな違いがあってもいいんだけど何か一つを選択してそっちに向かって進んでいくことも必要な時もあるんですよね。だ僕が、ね、旅行で兵庫行できたいって言ってお母さんが、えー、と北海道行きたいって弟が大阪行きたいって言ってじゃあみんなそれぞれ行きたいところに行ったらいいやん。 これれででもも、いいんですけれども家族旅行をするというな一つの場所に行くということを、まあ、ゴールとしてあった時にどこに行くのかを決める必要がありますよねということなんです。 でそうなった時にはレベル3が大事ですよとレベル3は想像する新しいみんなの価値観を想像するということです私の価値観があってあなたの価値観があるそれぞれ違うっていうのは分かりましたそれぞれ大事な価値観であるっていうのも分かりましたその上でこのコミュニティでこのチームで過ごす上で大切な価値観は何なのか私たちにとって大事な価値観は何なのかっていうのを 新たに創造するこれがレベル3です、はい、じゃあ具体例を通じてこの価値観を紹介してえ価値観のレベルアップ感を紹介したいと思いますいけるかなしょ。ッいけたねえー、A 君と B 君がいましたということです A 君と B 君はけ喧嘩してるんですね対立してるんですねで A 君は、えー、9時に出社すべきだ ってて考えてるんですね9時にみんなが会社に行ってみんなで朝礼をして、えー、何をやるのかって確認した方がいいっていうのが A 君で B 君は若手社員で別に9時に出社しなくてもいいよと別に家で仕事してもいいんじゃないかっていうのが B 君の考え方です、はい、でこのままやったらねいや出社すべきだろういや出社しなくてもいいよ出社すべきだろうってこれね この同じ次元で考えてても物事は解決しないんですよ。アインシュタインがこう言いましたね。えー、っと問題というものを同じ意識のレベルで解決しようとしてもその問題は解決しない。それを解決しようとすることを狂気と呼ぶ。 ってことですねだから問題を解決するためにはこの A さんと B さんのメリットデメリットを出し合ってこっちの方がいいあっちの方がいいってこれ言い争ってるだけじゃ無理なんですよ次元を上げることが大事なんですね上げることが大事これはどういうことかまず第一段階として A さんも B さんもお互いの主張を理解するということが第一段階大事ですよねその上でレベル2です レベル2はお互いの主張の目的を理解するということです。理解する。じゃあ A さんは何、えー、で9時に出社すべきだと考えているのか。その目的を理解する。その目的は、えー、なんだろうな。えっとえー、っと、その日のやることを全員で共有して、全員でコミットすることが大事なんだ。今日私たちはこの 営業ノルマがある全体チームの目標があってあなたは10万販売するあなたはこの得意先で説明会を取るそれを全員で共有して発言して全員でコミットすることが大事なんだだから出社すべきなんだと考えているでそれをすることでどんないいことがあるのかどんないいことがあるのかというと えっとやることが全員で明確になって明確になるから集中できるとそしてそうすることで時間をき、えー、何やろ えー、時間を無駄にせず効率よく全員が働いてノルマを達成できるっていうようなビジョンがあるよねっていうのがこう見えてきましたね。えー、A さんはいうに出こ出社すべきだと考えているそうすることで全員でやるべきことを共有してそして、えー、共有できるから、えー、と全員にコミットして集中力が上がる。 そしてそうすることで時間を無駄にせずに効率よく働きノルマを達成できるっていうビジョンが見えました自分が A さんの発言から目的が見えてビジョンが見えてくるそれが一つの直線につながりましたということですねそれを共有してあげると分かりやすいですねじゃ A さんは、えー、そもそも A さんは時間を気にせずに効率よく働きノルマを達成するっていうことを求めているんですねでそのためには、えーそのため そのためにはやるべきことが全員明確であって集中することが必要でありそのためにはその日にやることを毎朝コミットすることが大事だと思っているだから A さんは9時に出社すべきだと思っているんですね9時に出社することでその日のやることを全員でコミットしてそれでやる,やるべきことが明確になって集中しその結果全員が時間を無駄にせず効率よく働きノルマを達成できますよねっていうふうに今言ってる発言と目的ビジョンっていうのを 一つの物語でこうだから A さんはこういうふうに思ってるんですねっていうふうに、B ね、A さんに確認してあげるとあそうなんだ僕はだからそういうふうに出社すべきなんだと思って出社すべきというふうに言ってるんだっていうふうにあこの人理解してくれたっていうふうに実感するんですよね。えー、基本的な原則っていうのはは相手は あのね、どれだけ自分のことを理解してもらえたかってその理解してもらえたかの程度で相手を理解しようとすするんですね、えっと、この人僕のことをこれぐらいしか理解してくれてないって思う,思うとじゃああなたの発言っていうの、ね、はこ,この器に入る分しか聞いてもらえないんですよ。ねでもね この人は僕のことをこんだけを理解してもらえると思ったらこの器に入る分だけあなたのことを聞いてもらえるあなたのことを理解してもらえるんですよしようとしてもらえるんですよだからまずは自分のことを理解してもらいたいんだら相手のことを理解することが大事この器ではなくて こここれを理解すす。るとというななんですこのうつ大きなうつね。相手が言っている言葉だけを理解するのではなくその背景にある目的そしてビジョンをちゃんと理解してあげてそれをつ一つの線につなげてあげるこれをラダリングっていうんですけどこれがねやってあげることでちゃんと対等に話せるようになります。 でじゃあ B 君、まあ、B 君は若手社員、まあ、僕の主張としては僕はね別に出社しなくてもいいって考えてるんですよねえー、なぜならちょっと見えにくいなえー出資えー、っと業務の内容で あそうねえー、業務の内容で、えー、どこで仕事をするのかっていうのを選ぶべきだとで会社でや,るやったら集中できることもあれば別に家でもできることもあるだから移動時間ってもったいないじゃないですかだからその業務の内容でどこでやるのかを選んだ方がいいって思ってるんですねそれはなぜかというとそうすることで効率よく生産性高く仕事ができるそうすることで全員が無駄時間を無駄にせず効率よく働きノルマを達成できる っていう,ふうにねお互いがここのね一番マンションの1階レベルでは喧嘩 喧嘩ししてましたお互い対立しました。9時に出社すべき。いや出社せんでもいいやろ。出社すべきって対立してたけど、その上にグーンと上がって、その目的の部分に行けば、重なることころがあると思うんですね。じゃあ、お互いのゴールってであったり、ビジョンというのは重なる部分があると思うんですよ。で、重ならない人とはもう一緒にいない方がいいと思います。逆に言ったら。一緒にいてもいいけど、あのチームとして何か一つの目標をやるってのは難しいので、重なる部分は絶対あるんですよ。チームとして一つの目標で動いてる集団なら。それを見つけるという ことです。それを言語化するんです。じゃあ A さんと B さんの重なるところは何だったのか。それはここですよね。えー、お互い時間を無駄にせず効率よく働きノルマを達成できるそんなチーム、そんな環境を作りたいっていうビジョンを共有できました。これがステップ2ですよね。お互いが言ってることをちゃんと理解し合。 でそしてビジョンを共有するこれがステップ2でステップ3は第3の選択肢を作るんですよ。この目標このビジョンを達成するためにどうしたらいいんだろうっていう新しい選択肢を作っていく例えば今回で言えば、えー、時間を無駄にせず効率よく働きノルマを達成するそのためには LINE、えー、で えー、自分たちがやってる活動っていうのを逐一報告し合う LINE のグループを作るのはいいんじゃないかと。 ね、LINE のグループで今日僕は9時,9時の段階で、ね、今日僕はこんなことをやるあんなことをやるっていうのを宣言しましたでその都度その都度目標が達成できたらあここの特別先で5万円売れたここの特別先で説明会が取れたっていうのをお互いを共有して会えば例えば場所が離れていてもああの人頑張ってる僕もやらないとっていう風に、えー、コミットして1、えー、日過ごせるんじゃないかっていうことですよねそうなるとね、えー、9時に出社すべき出社すべきじゃないっていう A か B かではなくて C, ね、C という選択は本当に実現したい目標をちゃんと理解して共有した状態でその状態でどうしたらいいのかっていう新しい選択肢です。はい、これが第3の選択肢です。A でもなく B でもなく C を見つけるということ。 はい、そうすることで価値観が対立せずにお互いが達成したいビジョンを共有した状態で相手も自分もハッピーになる思案を見つけることができるそうすることで価値観が違う人とも対立せずに対等にお互いがハッピーになる提案ができるということです。 はいということで今日は価値観が違う人との上手な付き合い方プロコーチがやってるコミュニケーションの手法を具体的に紹介させていただきましたえそもそも価値観っていうのは正解不正解はないとえどちらが えと同じな部分があれば違う部分もあるよねというところをまず大前提として理解することが大事なんですよということです、えー、時間通りに来るべきだっていうふうに考えているから遅刻する人を罰したくなってくるで、えー、夫は家事を手伝うべきだっていう価値観があるから、えー、休日にゴロゴロしてる夫を見るとイライラしちゃう。 えっと室内で帽子を脱ぐべきだっていうふうに自分が信じているから室内で帽子をかぶってる人を怒りたくなってくるそういうことなんですよ。自分が絶対正しいと思っている信念やこだわりが強ければ強いほどそれと反する行動があったりそれと反することを言われたりすると爆発したり対立したりするんですよね。で価値観やここだわりを持つことは大事なんでですよでもそれをい 一方的にに押し付けるとになるとなだから自分が持つことは大事だけどちゃんと自分が持った上で相手の価値観をちゃんと理解することが大事です相手の価値観をこれぐらいしか理解してもらわなかったら自分もこの器に入る分しか理解してもらえないんですよだから自分の価値観を理解してもらいたいんだったら相手の価値観をこれだけ大きな器の分だけ理解するということです理解するレベルで言ったらワンツースリーがありましたねはいワンツースリーのレベルこれね、えー、とまずは 私が正しいいっていうって、う一人のレベル,じゃなくてレベル2、えー、私もあなたも正しいよねって受け入れるということレベル3私もあなたも正しい受け入れた上で私たちにとってはどういう価値観がいいんだろうっていう新たな価値観を想像するということですそのためにはどうしたらいいのかこれもステップ3つですまずは相手の主張をちゃんと理解する主張だけではなくその目的は何なのかそしてそのビジョンは何なのかということを深いレベルで理解するということが レベル1ですでレベル2ちゃんと理解した上でお互いの重なるポイントを言語化するこのビジョンを明確にするです今回で言えば時間を無駄にせずに効率よく働きノルマを達成できる環境を作りたいこれがお互いの重なるポイントでした。でレベル3はそのビジョンを 達成する第三の選択肢を作れば A さんも B さんも私もあなたもハッピーになる提案ができるようになりますこの目的を共有せずに私が正しいあなたが正しいって言っていても話はまとまりません俺はアメリカが行きたい俺はイギリスが行きたい俺は大阪が行きたいだって大阪にはこんないいとこがあるからアメリカにはこんないいところがあるから話はまとまらないんです だからお互いのゴールを共有する予算は5万円で1泊2日でできるそして家族が、えー、っとなんだろうなえーえー、っと安心して日本語でできる場所を見つけようという中で考えるとじゃあアメリカは違うよねとかイギリスは無理だよねじゃあ1泊2日だからえー、っとじゃあ白浜に行こうかっていうような第三の選択が見えるんですよお互いがどこがいいっていうその案を出し合う前に 出し合ってもいいんですよ出し合った後でもいいからそもそも僕たちは何を成し遂げたいのかってビジョンを共有してその目的から何をすべきかっていう落としていくそうすればみんながハッピーになる提案ができるんじゃないかと思いますで、このビジョンが重ならない人とはどうしても話はねあのー、交わることはないのでいい距離感で付き合うのがいいのかなと理解してもらおうと思わないことがすごい大事なのかなと思いますはいということで、えー、今日は価値観が違う人との上手な付き合い 付き合い方を解説しましまた少しでも勉強になったためになったそしておかっち頑張れマックス今日もいいねって思われた方は「いいねボタン押してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです」と。 このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための考え方行動習慣そして生き方を全力で紹介してます、えー、もし、えー、と自分らしく生きたいそして最高の自分を表現してこの人生を幸せに生きていきたいそのように願っているのであればチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらって、えー、仲間になってもらえたら嬉しいですはいということでジエンドそれではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイ